今日久々ね、アクキー。アクキーは、LINE さんのやつとかでやってたのかな？やってないんですよ、それが。最後にやったアクリルの商品は、なんでしょうか？ちなみにですね、1年以上前です。マジか。アクキー？ちょっと待って。なんかキャラモンだと愛すぎて大好きすぎるかなと思ったんだけど、けどそれもっと前な気がするんだよな。いやそうっすね、愛すぎてのアクキーはむっちゃ前じゃないですか。じゃあなんだろう、ね、これはもう分かんないんじゃないかな。分かんないでしょ。何答え分かんないでしょ、うん、YouTube やったやった。マジ。しかもね、すごい売れた。すっごい売れた、うん、アクキーが。教えて、お願い。なんか言ってよ。なんかだってアクキー作ってねえもん。俺愛すぎて大好きすぎるか出てこないわ。正解は台湾に熊を添えましょうでした。そうだ。謝罪してください。いやそんな悪くねえしょ。まあいろいろやってっからね、年間100以上やってっからさ、それはさ大変よ。今回マシュマロアクリルキーホルダーね。マシュマロ、これめちゃくちゃ可愛くない？すごくない？マシュマロって名前、ね、マシュマロから取ってんじゃないの？あ、そういうこと？マシュマロとマシュマ マシュマロ。だってほっぺがさ、マシュマロみたいに柔らかいじゃんこれ。柔らかそうじゃん。プニプニしたいもんね。なんか子供のほっぺみたい。超可愛い、ね、これは確かにアクリル映えする、ね、映えするよね。イラストがね可愛いからね。で今回種類数もね8種類あって、まあ一個一個紹介するね。マシュマロのも、クリエイターさんがあかりさかすさんっていう、ツイッターでも結構フォロワー数いらっしゃる人で、もじゃクッキーさんから紹介してもらったの。シカル猫ね。そうで、シカル猫もガチャやってるから、あかりさかすさんもガチャやりたいってことで、うん、まあ、とりあえずアクリルキーホルダーからやりたいなってことで、今回イラストいただいて。これちなみに初ガチャ化なんですか？初ガチャ。へえ。じゃあこれはね嬉しいでしょう。そうね、結構ファンも多いから。へえ、うん、そうだ。で、名前今回表情とかで名前してるから、はい、これはそのまま君。まあ結構ノーマル的な感じかな、うん、これね、一番ね。これは一番、ね、ベーシックでいいですね。俺これ一番好きなんだけど、これ可愛いんだけど、蜂蜜、蜂さん。お、いいね。お、可愛い。これさ、上のひよこなのかな。もうさ、ちゃんと蜂の格好になってるね。ハニーって書いて。そこ？うん、可愛い。で、コピーライトもさ、あかりさかすさんのさ、それ手書きの感じが超いいんだよね。ちょっと見た。見えるかな、これ。あ、ほんとだ、うん、この感じがまたね、おしゃれ。うん、コピーライト。続いてがなんかカバディね。カバディ、ね、小学校の体育の授業カバディずっとしてたもん。カバディって何？知らないの？知らない。鬼ごっことサッカーを足したような感じ。知らない。で、あのボール持ってる人は息を止めずにカバディって言い続けないといけないじゃん。カバディ。知らない。それってあれでしょ、九州だけでしょ。違うわ。関東ねえよそれ。てか日本のスポーツじゃないし。そもそもカバディよねえな俺。全然今説明で入ってこないもん。いや入れよ。入ってこない人いっぱいいるよ。九州にそんなにいないから。分かるわ。北九州だけでしょ。だっていやうちの学校ダメだったのかな。続いて抜きっていうね。すごい、この子は何にでもなれるんですね。そうだね、もう変身できるんだね。すごいよ、可愛いね。で続いてがほっこり。ほっこりね。うん、お茶すすってる感じだね。やっぱなんかさ、まあ、LINE 系とか Twitter でさ可愛いって思えるやっぱこういう感じのテイストだね。ちょっともちっとしてて、はいはいはい、結構やっぱ顔がシンプルで白ベースっていうね。なんなんすかね、ね、やっぱ人気なんだね。目と鼻と口のさ場所だったりとかさ、はいはいはい、全体のフォルム、顔が大きくするとか手をちっちゃくするっていうのがさ、やっぱ可愛く見えるんだろうね。確かに、うん、で最後がこれメインだね。クローバー持ってる。これいいじゃないですか、うん、これいいね。四つ葉や。四つ葉だね。よく探したね。探した、うん、これ結構女の子欲しいかもね。ファンが結構女性が多いんだって。へえ、うん。今回ガチャ流通させてもらうんで。アクリルってやっぱこういっぱい種類があるのいいっすね。いいね。そうそうそう、うん、で今回プラスシークレットもね今回作ってるんで。いいじゃないですか。シークレットはねまあ見せられないけど。どういう隠し方？うん。かわいいね、こっちのカメラからは見えないよってことね。そうそうそう、けどこちら見えるからね。結構ね、シークレットは作りやすいからね、こういったものは書き下ろししてもらってるんで。あ、素晴らしい、うん、作家さんの方に2つ聞きたいことあるんですけど。あ、2つも。こういう新しい作家さんがやるじゃないですか、うん、もしね、見てる作家の方がいらっしゃったら、うん、どうすればいいですか。私もガチャにしてほしいな。まあ、DM 欲しいよね。DM 欲しいよね。 DM もしくはうちのね、あの問い合わせホーム、はい、ホームページ問い合わせのホームに連絡いただいて、結構最近ちょくちょくはいただいたりしてるんで、ね、すごいじゃないですか。で実際まあ商品化に進んでる人もいるから。
じゃあとりあえずね連絡していただけ連絡していただければね。じゃあ私も連絡しよう。いやお前なんとなくもう一回絵描いて作家を装ってやろう。もうあごめんすでにもうさ受信されないですよねさっきブロックしてるからね。で何もう一個あるの質問ある。あでもなんだっけ今忘れたし、うん、忘れちゃったなんだっけ。でこれ売れたらあそう売れたら何するのって。そうそうで立体物したいなと思って。あ、はいはい、これ多分すごいフィギュアしても可愛いなと思うから、うん、マシュマロっぽい感じのポチャッとしてる可愛いフィギュア作れたなって感じはするからね、うん、あれいいじゃないですか。ムニュムニュもね、ソフビとかも可愛いかもしれないね。確かに、ね、うん、まあ、言ったらこれぬいぐるみ作っても可愛いかもね。あ、ほんとね、うん、そういうのもいいかもね。でこれが7月発売か、はい、これもね全8種の300円で展開させてもらって、これ売り場系ガチャガチャの森とかドリームカプセルさんの売り場とか、うん、専門店が非常に多くなってると思うんで。非常に多くなってるんですね。非常に多くなってるところに入ってますそう非常に多くなってるってどういうことですか。ガチャガチャ専門店の非常に多くたぶんね、前後ミスったね。非常に多くっておかしいね、今ね。俺が言いたかったのは、まあ、ガチャ盛りとかドリームカプセルさんのリバーとか、はい、そういったところに非常に高い確率でって言いたかったの失礼しました。あの、ガチャ盛り行ったらガチャ盛り行ったらあるんでね、はい、ぜひ探してみてください。今回紹介させてもらったマシュマロのアクリルキーホルダーでした。非常に多く入っておりますね。ありがとうございます。多いぞ